はいどうもゴツチャンネル GT ワークのゴツです。私以前リン酸鉄リチウムイオンバッテリーっていう長寿命&安全性が高いバッテリーを使ってポータブル電源を自作したんですけども、当時は中国から直輸入でしか安いの買えなかったんですけど、最近は日本でも安くて高性能なものが買えるようになってきてるみたいですので、 Amazon で評価の高かったリン酸鉄リチウムイオンバッテリーにインバータを接続してまたポータブル電源化してみたいと思います。でもちろんただ使ってみるだけじゃ面白くないので、実用量測定してみたり電圧の変化なんかも測定してみたいと思います。で今回測定するバッテリーや測定に使った機器なんかは下の概要欄に詳細載せておきますので、気になる方いらっしゃいましたら見てみてください。実用量前回斜め上の結果でしたけども、今回はどうなりますかね。で今回測定してみるバッテリーがこれ、アンペアタイム製リン酸鉄リチウムイオンバッテリー200アンペアアワープラスっていうやつですね。でスペックはと言いますと、はい、容量が200アンペアアワー、定格 12.8V 換算で 2560W 時で、定格出力も 2560W で、最大瞬間出力は 5120W で、バッテリーの種類はリン酸鉄リチウムイオンで、充放電サイクルは4000回以上で、重量は 22.5kg っていう風になってます。で前回は 120アンペアアワーの容量のバッテリー使って作ったんですけど、今回は200アンペアアワーの容量で作ってみたいと思います。ちなみに製品にプラスっていうのと何も書いてないのがあるんですけど、何も書いてないのが出力が100アンペアまで、プラスって書いてるのが200アンペアまで出せるっていう違いみたいです。そしてさすがリン酸鉄、めちゃくちゃ寿命長いですね。そしてリン酸鉄、寿命以外にも安全性が高いとか放電振動が高いとかいろいろいいところまだありますので、気になる方いらっしゃいましたら過去の動画で詳しく説明してますので、そちらの方見てみてください。じゃあ何はともあれ中身出してみますかね。はい、中身出すとこんな感じですね。まず入っていたのがネジ、 M8 のネジが4本と安全キャップがついてますね。それからこれ製品パンフレットが1冊ともう1冊、これもパンフレットだな。それから取扱説明書で、これすべて中日本語&フルカラーで書かれてるのでめちゃくちゃ分かりやすいですね。それから普通の人は使わないですけど MSDS、 それからサービスカードで裏見るとこれ5年保証って書いてますね。で説明見てみると、何かあったら日本の倉庫から新品送ってくれるってことですので、これかなり安心ですね。はい、じゃあ早速本体見てみますかね。でまずは正面からなんですけども、はい、特に何もないですけど、ロゴと仕様が分かりやすくでっかく書いてますね。で側面見てみると、はい、これも持ち手があるだけで特に何もないですね。で背面を見てみると、はい、こちらはですね、いろいろ書いているだけで特に何もないです。そして逆サイドの側面も特に何もなくって、でさっきの持ち手なんですけど、こんな風に両手で持つことをできます。やっぱそれなりの重さがあるので、こういう持ち手がついてると便利ですね。で上側見てみると、プラスとマイナスの端子があってカバーがついてますね。で使う時はこのカバーを外して、先ほどの M8 のネジをねじ込んでケーブルを固定するような形になりますね。じゃあリン酸鉄リチウムイオンバッテリー届いた今の状態で何ボルトあるのか測ってみますと、はい、約 13.18V というわけで、届いた時点でそこそこの容量入ってるみたいですね。はい、じゃあ次はですね、早速インバーターつないでポータブル電源化して 100V の製品使ってみたいと思います。でつなぐインバーターはこれ、2万円くらいで売っていた 2000W まで出力できる制限波インバーターですね。ではこいつを出して接続していきます。
はい、でも付属の線をつなぐだけなんですけど、こんな風にカバーがついてるので、これパチッと外してここにケーブルをネジ止めします。あとはマイナスをつなぐだけなんですけど、これ経験上絶対バチってなります。はい、火花出ましたね。でこれ別に異常なことじゃなくて、インバータの中に乗ってるコンデンサーが一気に電気を食っちゃうので、最初の1回だけバチってなります。これもしかしてコンデンサーをゆっくりチャージしてあげればバチッとならないような気もしますけども、もしバチッとならない方法を知っている方いらっしゃいましたら、コメント欄でいいのでちょっと教えてください。はい、というわけでマイナスもネジを締め終わったらこれで完成ですね。はい、では電源入れてみますと、はい、上に電圧が表示されるんですけども、 DC と AC が交互に表示されます。で DC の方が 13.6V で AC の方が 110V ってなってますね。というわけでもう電気流れてるようですので、これでポータブル電源化完了です。はい、じゃあですね、このバッテリー本当に 2500W も出せるのかって実験してみたいと思います。とはいえインバータが 2000W までなので、今回 2000W までの実験になりますね。でまずつないでみるのが 1000W くらい出る家庭用のカーボンヒーター。ではこいつの電源をオンにして、で温度もですねマックスにします。はい、音しないですけど特に問題なく動いてるみたいですね。ではこの時の消費電力はと言いますと、はい、下側 971W、 うん、まだ余裕ですね。じゃあ次は超小型セラミックファンヒーター。これちっちゃい割に結構電力食うんですよね。ではこいつも接続して電源をオンにしてみますと、はい、風が出てきましたね。でこの時の消費電力はと言いますと、はい、だいたい 1600W くらいですかね。うん、まだ大丈夫そうです。で次につがいてみるのがこのカーボンヒーター。でこれかなり省電力なモデルなんですけども、 200W、400W 切り替えて使うことができます。ではこれを 200W にセットして、この時の消費電力はと言いますと、はい、1767W。もうちょいいける。というわけで 400W 駆動にしてみますと、この時のトータル消費電力はと言いますと、はい、1974W。うん、というわけで 2000W 近くまで全然ちゃんと使えてますね。でさすがにここまでフルに使うと電圧が若干ドロップしてますね。はい、というわけでいろいろ接続してきたんですけど、まず家庭用のカーボンヒーター、それから超小型のセラミックファンヒーターで、それからコンパクトなカーボンヒーター、これらめちゃくちゃ電気を使う暖房家電が今このバッテリーとインバーターで全て同時に動いてる感じですね。うん、やっぱ 2000W まで使えるとかなり余裕が出てきますね。はい、じゃあ次は 12V で使った時の実用量測定してみたいと思います。で使うのはこれ、電力量計です。でこいつ本体にバッテリーマネジメントシステムが搭載されていて、電圧が低くなると自動で供給を停止する機能がついてますので、直接線を接続します。で電力を消費する機器は何かと言いますと、超明るいワークライトです。では配線を接続しますと、うわ眩しい。で今の測定状態はと言いますと、はい、13.5V くらいで 64W 消費してるってことになってますね。それでは時間を置いて見ていきましょう。
はい、結構時間経ったんですけども、ワークライトは消えて、はい、電力量計の方も消えています。でもちろん電圧もほぼゼロになってるので電力供給切れてるって感じですね。では最終的に何ワット時使えたのかと言いますと、はい、右下2664ワット時使えたってことになってます。あれ、スペックの2560ワット時より多いじゃんと思った方いらっしゃるかと思いますけれども、バッテリーは放電レートや BMS の性能、気温なんかによっても変わってきますので、スペックを上回るっていうことは十分考えられるんですね。ちなみに電圧の変化と消費電力量をグラフにするとこんな感じで、青い線が電圧の変化で左側のメモリを見ます。これを見ると使い始めてから使い終わるちょっと手前までずっと 12V 以上維持できてるってことは分かりますね。うん、さすがリン酸鉄優秀です。じゃあ実際スペックの何パーセント使えたのかと言いますと、計算すると、はい、104% 使えたってことになりますね。はい、次は充電するんですけど、使うのはこれ、同じメーカーのリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器ですね。じゃあ中身出してみます。はい、中身出すとこんな感じですね。で、まあ本体と取説しか入ってないんですけど、取説を見てみると、はい、中身フルパワーで、これかなりいろんなことが分かりやすく書かれてますね。でスペックはと言いますと、はい、14.6V の 20A ってことで 292W で充電できるって感じですね。うん、やっぱ大容量になるとこれくらいの充電速度欲しいですね。で使い方は簡単、ワニ口クリップをプラスとマイナスに接続してコンセントに接続すれば、はい、これで充電開始ですね。で今の消費電力はと言いますと、はい、だいたい 250W くらいですかね。で流れてる電圧はと言いますと、はい、約 11.7V。 うん、さっきの実験で 9.5V くらいまで放電しちゃったので、充電電圧も調整されて低い電圧からスタートしてるみたいですね。ちなみに充電器によっては電圧低すぎるとエラーが出て充電できないっていう機種もあります。じゃあこのまま時間を置いて見ていきましょう。はい、充電完了して緑ランプになってますね。で午後5時40分から開始して午前4時40分に充電終わってるので、約11時間で充電完了したって感じですね。まあ容量がめちゃくちゃ多いんでこれくらいかかっちゃいますかね。で充電にかかった電力量はと言いますと、はい、3.14kW で、電圧を測ってみると、はい、13.75V というわけで、きっちり充電されてますね。はい、じゃあ次はインバーターつないで AC100V で使った時にどれくらいの容量が使えるのかっていうのを測定してみたいと思います。で測定に使うのはこれ、 100V 用の電力量計です。で電気を使う製品はこれ、さっきも使ったカーボンヒーターです。でこれを 200W にセットして、で実際何 W 消費しているのかと言いますと、はい、電力量計では 229W で、本体の方では 236W 消費してます。ではこのまま時間を置いて見ていきましょう。おや、結構時間経ったんですけど、なんかピー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 音が鳴ってますね。で表示を見てみると、はい、 DC が 10.3V っていうことで、これインバーター側の低電圧警告機能が働いてるみたいですね。というわけでピーピー音このまま鳴らしててもうるさいので、ここら辺で実験終了したいと思います。はい、では最終的に何キロワット時使えたのかと言いますと、はい、2.31kW 時ってことは 2310W 時使えたっていうことになりますね。あれ、さっき 12V で使った時より減ってるじゃんって思った方いらっしゃるかと思うんですけども、
で DC から AC に変換するときにどうしても変換ロスっていうのが発生してしまうので若干数値が変わります。じゃあこのインバーターの変換効率どのくらいだったのかと言いますと、はい、計算すると約 90% でした。で世の中80から 90% っていう製品が多いので 90% っていうのはなかなかの値かと思います。はい、というわけでいろいろ見てきたんですけども、実用量ちゃんと想像以上入ってます。でちゃんとバッテリーマネジメントシステムの低電圧保護で出力もカットされてますし、 2000W での使用も特に問題なしで、充電もしっかりできることを確認できましたので、スペック通りの実力をちゃんと持ってますね。ちなみにこいつ4直列4並列までできるらしいので、例えば4並列の場合だと 1240W 時、約 10kW 時以上の容量になるので、これだけあれば家1軒丸ごと賄えるくらいの容量になりますね。というわけで防災用に簡単にポータブル電源作りたい方、家丸ごとオフグリッド化してみたい方、キャンピングカーとかでサブバッテリーシステム組みたい方にはおすすめなバッテリーかと思います。はい、これからもですねこの続きとか他にもいろいろ面白いもの作っていこうと思いますので、もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。あといいねボタン、これだけがね動画を作る上で唯一の心支えになりますので、ぜひよろしくお願いします。あとインスタ、ツイッター、サブチャンネルもやってますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。それではゴッツチャンネル GT ワークでした。